んちゃん、今日の予定は基本お休みでしたっけ？そうです。そうです。お友達と遊びに行きます。ごめん、何時にどこ集合やったっけ？ああ、明日の夜20時にアラスカ集合。もう忘れないでよ、ほんと。困っちゃうな。何回も言ったじゃん。もうパスポート取った？ちゃんと。ね、勝手に言っといてくださいね。泳いでいく。うん。遅刻厳禁やで、これ。チャリで行くから待ってて。行けるわけないやろ。野生のどこでもドアでなんやねん。誰かガチで言って絶望してほしい、お前。人の心ないんか。ネザーから行くね。もう世界線違うやつもおるわ。久しぶり、なんか四角くなった。ツルハシ持ってどないした。京浜線で何分だっけ。行けるわけないんよ。花火どんくらい必要かな。おい、エリトラ取ってから来るやつおるって。集合前に一仕事応援になって。目印に赤いバラ胸に刺しておけばいいですか。おい、バチェラーおるって。もう婚活しに来てるって。なんで大喜利大会になる。で、あれや、リスナーオフ会始まるんやろ、そこで。あ、すいません、ツイッターで〇〇って名前で、なんか、ポンと姉ちゃんのこと応援してるんですけど、あ、見たことあります。なんか、リプランでずっと名前見てて、なんか、いつか仲良くなれたらいいなって思ってて、え、本当ですか？嬉しい。え、DM とかいいですか？あ、いいですよ。これじゃん。おい、ガチやめろ。数年後。ポンちゃんへ。この度、ポンちゃんのおかげで結婚することになりました。二人はもともとポンメイトで、そこから知り合ったのですが、こうしてポンちゃんに報告できることがとっても嬉しいです。やん。それ。なんでそんな解像度高いんだ。オタクはやっぱ、ツイッター見てたらなんとなく生態がわかるから。実際ポンちゃんはリスナー同士で結婚しました報告されたら嬉しい。まあそれは嬉しいよな。自分の活動がきっかけで人が幸せになってることに嬉しくないことないよ。人の幸せに携われたみたいな。でもチャット欄で報告されたらボコすんでしょ。もちろんよ。ポンメイトである宿命もこれは。暗いらんて。よいしょ。いや、ここら辺置いていこう。めんどくさいや。